83.7MHz、 コールサインは JOZZ3BQFM、 神奈川県横浜市戸塚区 FM 戸塚がお届けしていきます。ハグザライフ、命を抱きしめようの時間です。8月12日火曜日、今日も朝9時からと、そしてお昼の2時から夜の8時からと3回の放送をお届けしていきます。ハグザライフ、命を抱きしめよう。お相手は相浦弥生です。おはようございます、そしてこんにちは、そしてこんばんは。3度、もし可能であればね、この番組聞いていただくことができます。毎週火曜日です。さあ今日の放送、まずはラジオネームタージさんのメッセージからです。弥生さん、こんにちは。こんにちは。東戸塚駅前の山帽子が実をつけ始めています。山帽子の話題、少し前に白い花のような額、この話題でお届けしてきましたけれども、もう花が終わり実をつけ始めているという情報を太一さんからいただきました。今日見てこようと思ってスタジオに入ったんですけれども、見忘れてしまいました。よくあるんですよね。今日は富士山が美しいよと先に出かけた夫からメールがあって、必ずや見ようと思いながらも、我が家から出てスタジオまで駆けつける間、一目散に坂を下りながら走ってしまうのでね、ああ今日も美しい富士山を見るの忘れたと思うわけなんですけれどもね、山帽子帰りには見ていこうと思っています。ただタージさん、実は我が家のすぐそばにあります花水木、こちらもね、実がなっていました。花水木も秋には赤い実がなるのですよね。東戸塚駅前の山帽子、実はまだ黄色ですが、9月頃になると赤く熟して甘くなり、果実酒やジャムにすると美味しいそうですと田地さんからメッセージいただきました。田地さん、ありがとうございます。写真も一緒にね、送ってきてくださいました。さあ今年2014年折り返しが過ぎて、もう8月の12日となりましたけれども、あなたにとってどんな実がなる2014年なのでしょうか。今年頑張ったことのメッセージもぜひお寄せください。お待ちしています。さあ今日もハグザライフ、命を抱きしめよう。年をとっても安心して住めるまちづくりを目指して、介護医療の問題を中心に据えてお届けしていきます。楽曲を今日も4曲お届けできる予定です。先週に引き続き山の歌特集、今日は野を越え、日本大学山岳部の部下でもありますこの歌、そしてとうとう見つけました。見つけてくださったのは、今お手紙もご紹介したタージさんです。山の歌の谷川小唄、ラジオネーム S さんからこの歌をリクエストいただいてました。見つからずに苦労していましたけれども、タージさんが FM 戸塚にこの CD 寄贈しますと言って持ってきてくださいました。横内忠で谷川小唄、今日お届けしていくことができます。行こか戻ろか南稜テラスという歌詞、4番に出てきます。さあそして連続エッセイ、看護エッセイ、通算ルーンは隣にいますよ、今日もお届けしていきますけれども、ザ・ビートルズ、
ツーさんの大好きなザ・ビートルズ、連続エッセイの後にお届けしていきます。さらにリクエストをいただいています浜野バタヤンのリクエスト曲、今日はハワイアンの中からブルーハワイお届けしていきますね。今日も楽曲を挟みながらのそれぞれのコーナー、お便りもたくさんの方たちからいただいています。よいジャイアンさん、そして小木杉楽年子さん、それから前園さんからもいただいています。皆様からのリクエストとともに、メッセージとともにお届けしていく今日のハグザライフ命を抱きしめようです。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は何でも気軽に相談してください。東戸塚は明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分、オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。地域に密着した医療福祉を心がけ、訪問歯科診療を提案する石川歯科医院。以上4社の提供でお送りします。8月12日火曜日、ハグザライフ命を抱きしめようスタートです。今日の山の歌特集の1曲目、今日は脳を超え、作詞作曲不詳となっています。この後またお届けします。2曲目の谷川小唄、こちらもこの CD の中では作詞作曲不詳となっているわけです。今の歌は7番まで、途中4番からねちょっとこうリズムが変わった、そこも素敵だなと思いました。そしてこの後お届けする谷川小唄はなんと8番まであるということで、どんどん継ぎ足されながらですね歌われ続けてきてるのではないかなというふうに予想しています。山岳部出身の皆様、どうぞ山の歌特集をお届けしていますのでね、思い出の話などメッセージお寄せください。お待ちしています。それでは今日のメインコーナーです。今日は認知症サポーター養成講座5回目のお知らせ、そして今までの認知症サポーター養成講座の感想など、さらに認知症とはということで、認知症の方が書かれた本やブログの中からそのエッセイをお届けしていこうと思っています。認知症サポーター養成講座、いよいよ5回目、9月9日の火曜日、前回と同じく戸塚小学校正門近くの小町カフェで行います。12時30分スタート、約2時間講座、そして皆様と感想などを述べ合う、そんな時間を作っていきたいと思っています。9月9日火曜日12時30分スタートです。参加費は無料。詳しいことは FM 戸塚のホームページ、少しスクロールしていただくと下の方にイベント情報というのがあります。そこに第5回認知症サポーター養成講座というお知らせが載っています。そしてこのハグザライフ命を抱きしめようをアシスタントとして支えてくれている大学生布谷美子さんが、ハグザライフ命を抱きしめようのブログ書いてくれています。 FM 戸塚のホームページトップ画面の左側にハグザライフのブログがありますのでね、そこから番組の予告、そして認知症サポーター養成講座のお知らせなども確認することができますので、どうぞご覧になってください。
4回行ってきた中で皆様からいろんな感想をいただいていますけれども、この講座は認知症ということを知るだけではなく、人間の尊厳を考える講座でもあると思った、このように感想をいただきました。そして明日からでもすぐに地域に戻って自分のできることをしたいと思うという力強いメッセージもいただきました。家に戻ってすぐに母のこともう一度相談しながら、地域の包括支援センターに相談に行ってみようと思いますというご感想もいただいています。認知症サポーター養成講座、たとえ認知症になっても安心して住めるまちづくりの地域であれば、周りが支えてくれます。その自分のためにも今から認知症のことをよく知って、今は支える側として、そしていつかは支えてもらう側として学んでいただくことをお勧めしたいと思います。私も今もしていますオレンジリング、認知症サポーターの証です。たくさんの方たちがこの認知症サポーターリングをして、認知症のことを知っている方がたくさん増えればいいなという思いで、ハグザライフ命を抱きしめようのチームでこの認知症サポーター養成講座をお届けしています。認知症のことを扱った映画、毎日がアルツハイマーの公式サイトにこのような一文があります。脳細胞にカスのようなものがたまり、脳が縮んでいくアルツハイマー型認知症と、脳の中の血管が詰まり、小さな脳梗塞がたくさんできる脳血管性認知症に分けられます。今になって考えれば、母はアルツハイマー型でしたから、もう少し早い時期に病気として目を向けていればよかったと思います。それと、認知症は決して高齢者だけにあるものではないんですね。先日も若くして認知症になった人が物忘れの苦しみや家族への感謝を語っておられる記事を新聞で読みました。心臓病や糖尿病と同じように慢性の病気として上手に付き合うことが大切だとは分かってはいたのですが、現実には母の物忘れを目の当たりにすると、なんだか情けないような気になって母に辛く当たってしまって、自分が嫌になることがありました。これは映画毎日がアルツハイマーの監督、関口優香さんの公式サイトから読ませていただいたものです。さあ、私もですね、義理のお母さん、86歳のお母さん、携帯電話を持っていて、ずっと、携帯電話で話をしていたのですが、このところ母から電話がかかってきますが、もしもしと出ても、向こうからの反応がないんですね。折り返しこちらからかけて、それでも受けることができなかったりと、今まで簡単にできていた携帯電話の操作が少しお母さんは難しくなってきているのかなと思っています。でも認知症サポーター養成講座で学んだ認知症の速度を遅らせること、これは快適であることや安心であることが大切だということを学びましたので、そっか、お母さん、なかなか電話が新しくなったので難しくてわからなくなっちゃったんですねってお話したり、もう一度かけてみるねと言ってこちらからかけた時に、
出ることができたお母さんだったので、ああよかったですねお母さん、ちゃんと出れましたねと話をしたり、どうしても電話がかからない時には介護施設の事務所に電話をしてお母さんに取り次いでもらいますねと言ったら、安心だったんでしょうね、お願いねっていうふうにね、とても嬉しそうな声を出していました。何度も何度も電話が、それも朝早くから、今日はラジオの生放送だということを土曜日は伝えてあるんですけれども、その時間にかかってきたりということがあって、ポケットの中のマナーモードが鳴るわけなんですけれどもね、まあ、そんな時にはあーって困ったりすることもありましたが、また自分の中でそうだお母さんは認知症の病気なのだというふうにね思うと、少しだけ優しくなってお母さんに安心の場を、快適の場を保証してあげようって思うこともできるわけです。さあ認知症のことを知れば知るほど優しく接することができる、何でもそうですよね。謎だから、わからないからを分かることによって対応することができるということが山ほどあります。どうぞ認知症サポーター養成講座、皆様もご参加ください。第9回目は失礼いたしました、第5回目は9月9日です。さあそれではメインコーナー、認知症になられた方たちがですね、認知症と共に生きながら自分の中で何が起こっているのかを書き綴ったエッセイ、今日も一つご紹介していきます。質問せずにはいられない。義理のお母さんもさっき言ったことをまたね質問することがよくあります。クリスティン・ブライデン著、私は私になっていく、クリエイツ鴨川。この中からご紹介していきます。途切れ途切れの受信状態はたった今私が質問したばかりのことにも起こる。前に聞いたという自覚が全くないまま、もう一度同じ質問をしてしまうのだ。自分の不安を表現するためにも質問せずにはいられない。私はよく質問するのだが、その人の表情から、これは前にも私は質問しているようだな、もしかするとついさっきかもしれないと気づく。娘の一人は時々イライラして、それは前にも言ったでしょと言う。でも私にはその答えの記憶がないので、また尋ねなければならない。認知症と共に生きている方のエッセイ、質問せずにはいられない、そういうふうにその方の中では起こっていたのかということ、今日は皆さんにお届けしたく、このエッセイ今日のメインコーナーの中でお届けしていきました。今日のメインコーナーでした。さあそれではもう一曲、山の歌、とうとう見つかった谷川浩太、タージさんが見つけてくれました。この CD が届く前にもね、谷川浩太は昭和19年定築から発売された田畑芳雄が歌ったずんどこぶし（バチの伊達男）の替え歌として、ロッククライマーの富岡久弥
東京都出身が昭和28年に作したものだそうですというふうにいただいていました。ただいただきましたこの寄贈していただいた CD には作詞作曲不詳となっているということでね、まだまだ謎の多い谷川幸太ですが、8番までのこの歌、行こか戻ろか何両照らす、この言葉を、この歌詞を頼りにしながらですね、ずっと探し続けていって見つかった谷川幸太です。タージさん、本当にありがとうございました。谷川幸太、川と濁るんですね。さまざまな、これは峰などの名前なんでしょうかね。指そとか、まちがとか、度合いというのはこれは何のことなのだろうと思いながらですね、谷川幸太、3分39秒8番までお届けしました。山の歌を2曲お届けしたら、この音ももう一度私は聞きたくなったんです。3年前のことだと思われます。8月27日の朝日を富士山に初めて登りましてね、見ました。その時私は録音機を持ってレイバックに入れて登ったんです。雨の日でした。その時の様子、音で拾ってきたもの、ぜひとも富士山に登った相浦弥生を想像していただきながら聞いてください。8合目を過ぎて間もなくのところにある鳥居、ちょうどその頃は星空がもう見事だったんですけれども、まるでその赤い鳥居の周りにクロステッチ刺繍の細かい一針一針が刺されているように、それぐらいにたくさんの星が見えました。富士山登頂記続くとさせていただきますね。8月12日火曜日のハグザライフ命を抱きしめよう、お相手は相浦弥生です。それではここからは連続エッセイ、通算ルンは隣にいますよです。くも膜下出血で倒れた通算の看護の日々、ルンちゃんはそれを思い出しながらエッセイにしたためてくれています。同じような思いのご家族の方に何か力になることができればという思いで私のところに届けてくださっています。最愛の人通さんが亡くなられて10月に一周忌を迎えます。るんちゃんは二人のその生活の様子を思い出しながら、たくさん涙も出てくるでしょう。それでも直筆でまとめてね、私のところに届けてくれるんです。その続きお届けしていきます。先週はルンちゃんが看護師さんとの毎日の会話から本人はすべて理解していて、なので手術の前の日に熱を出してしまうと、それも2度もどうして受けてくれないのかな通さんと思っていたという、そこまでお届けしました。言葉が出ない人は、嫌なことは
感情熱で表現していると看護婦さんが教えてくれたということ。なので38度も熱が出て手術中止になったり、今度こそと思った2度目もまたまた中止になったりということなのではないかとルンさんは思ったわけです。そこで看護師さんと同盟を結び、手術を内緒にすることにしました。手術日は1ヶ月後です。萩原先生の体操も腰、背中、左腕をたくさんマッサージ。体はとっても柔らかくなってとても良い状態。嬉しいです。シャント術の朝、熱もなく落ち着いているので、看護師さんとアイコンタクトでにっこり。声かけは手をしっかり握り、今日は大切な検査するよ。怖くないし痛くないから安心してね。心配ないから、ルンいますからね。手術室に入ったところで私は嬉しくて涙涙。看護師さんが今までの気持ちを十分受け止めて、背中をさすってくれてまた涙涙になりました。こうして LP シャント術、無事終了。様子を見守りながらシャント調整。ほんの少しずつだけど反応するようになってきました。平衡感覚が悪いのか、黒目が左から右へ常に動く。また、まばたきできず、ドライアイにもなり、目をシールで閉じることに。嬉しいことは、顔の表情が多くなり、声かけで目も大きく開けられ、首もしっかり座り、車椅子1時間座っても血圧心配なし。リハビリの萩原先生のご指導をいただき、私ももみもみマッサージも上手になってきました。一般病棟に来たら車椅子に座らせて足湯もできるようになり、時には温泉の下で、今日は草津のお湯ですよ。お父さんのドライブで箱根や伊豆の温泉行こうね。ルンは秋田の温泉入ってみたいから連れて行ってね。毎日音楽を聴いて穏やかな気持ちでいてほしいです。続く。ツーさんはいつもザ・ビートルズを聴いていたとルンさんが話してくれました。さあ、お気に入りの一曲、ツーさん天国で聴いていてください。今日はWhile My Guitar Gently Weeps、 ジョージ・ハリスン作詞作曲のこの曲をお届けします。それではここからは戸塚区医師会メディカルセンターインフォメーションです。戸塚区医師会メディカルセンターの会長菊池です。健康診断で尿にタンパクが出たと言われたことはありませんか？タンパク尿は腎不全の卵だなと急に言われると驚くかもしれません。しかしそうなのです。タンパク尿の原因はいろいろあり、一言では説明できませんが、今日は最近注目されており、日本人で1330万人、成人では 13% と言われている慢性腎臓病 CKD について述べてみます。そもそも腎臓とは何をやっているのでしょうか。肝腎要という言葉があります。生命を司る上では肝臓、心臓、腎臓が脳よりずっと大事だということです。この腎臓は体の老廃物を尿として排泄し、水分など体液を、また酸アルカリの調節をしており、そして血液を作るエリスロポエチンというホルモンも出しています。ここに障害が起こっても最初は無症状です。まあこの段階ではタンパク尿がありますねとだけ言われ、重大な病気の前触れだとは到底思いもしません。しかしそのうち高血、貧血、むくみが出てきます。進行すると末期腎不全になり、命にも関わり人工透析が必要になってしまいます。腎臓病には特効薬はないと言っても言い過ぎではありません。悪化させないことが一番です。タンパク尿を指摘されたら一度は腎臓専門医に相談してください。ご自分でできることは生活習慣の改善です。中でも減塩食、
低タンパク食は腎不全への進展を遅らせることができると言われています。しかし成長期のお子さんには栄養の観点から低タンパク食はお勧めしません。血圧はより低い方がよく、目標血圧は上が130、下が80未満です。糖尿病、高脂血症も腎臓病を悪化させますので、そちらも厳格な治療をお受けください。今日のお便りコーナーです。今日はですね、こきすぎ楽年子さんからいただいています。こきすぎ楽年子、一体どういう名前の言われがあるのか皆さんお分かりになりましたらね、ファックス、メール、そしてお手紙をくださいね。お待ちしています。こきすぎ楽年子さんから、先週の生き生きヒントで、オランダ人はどうして身長が高いのかというウソップ物語ジョーク集を寄せてくださったこきすぎ楽年子さん、オランダのことを思うたびに、柔道でヘイシンクに敗れた神永選手のことを思い出すというメッセージも添えていただきました。最初こきすぎ楽年子さんはヘイシンクに負けたのは猪熊だと勘違いしていたそうですが、調べたところ神永でしたということでね、お便りをくださったわけです。神永選手は敗戦の翌日にはいつも通り出勤してデスクで黙々と自分の仕事をしていたそうです。名を成したスポーツ選手というよりも人間的に立派な人だったのですね、といただきました。たくさんの情報をこきすぎ楽年子さんいただき、本当にいつもありがとうございます。さらにそれをもう一度確認してね、訂正のメッセージもお寄せいただきありがとうございます。この番組が皆様に支えられていること、確かな情報を精一杯探しながらお届けすることの真の意味をまた教えていただきました。さあ、そしてよいジャイアンさんからも、弥生さん今日も楽しみに聞いています。息子に英語の宿題教えてと言われます。そうですね、夏休みですものね、困っちゃいます。弥生さんは英語得意ですかといただきました。よいジャイアンさん、先ほどのザ・ビートルズの曲目紹介でもお分かりと思いますが、英語の発音はとっても苦手です。訳すことも難しいです。いろいろ調べながらですね、先ほどの While My Guitar Gently Weeps、 私のギターが泣いてるよその間にっていうような訳かなと思いながらご紹介したところですけれどもね、得意じゃないんですよね。日本語が通じる人であれば、たとえ価値観がどんなに違う人であろうとも、みんながあまり得意じゃないという人でも、私は自分の方から歩み寄っていってね、コミュニケーションを取りたいと思うんですが、外国の方はね苦手なんです。この後私の人生の間にね、その壁を乗り越えることができるのか、そんな風にも思っているところです。ラジオネームよいジャイアンさん、ありがとうございます。リクエストチューブのあー夏休み、これはね、私のもう一つの番組ラジオの絆の方にもいただいていて、今度の土曜日にラジオの絆の中でお届けしようと思っています。ラジオの絆の中でどこかの
日にちにお届けしようと思っていますのでお待ちくださいね。さあ、そしてもう一通、前園久美子さんからいただきました。初のお便りありがとうございます。相浦弥生様ご招待状ですということでね、金魚の可愛い絵はがきでいただきました。第2回 IPD 横浜ピアノコンサートに寛大なご協力をいただきありがとうございますというふうにね、お礼状とともにいただいたんです。この IPD というのは日本障害者ピアノ指導者研究会の略です。その理事をなさっていらっしゃり、横浜支部の代表をなさってらっしゃる前園久美子さんからです。神奈川県立子ども医療センターのロビーコンサートで出会った障害を持つ皆さんのピアノコンサート、今度は戸塚桜プラザホール戸塚駅すぐのあの会場で行われることになりました。8月24日日曜日1時30分開演です。このご招待状をいただきました。番組の中でもご出演いただいてね、お話をいただきました。私は何人かの方の障害を持つ方たち、自閉症だったり発達障害だったり体の不自由な方たちのピアノコンサートを聴きね、本当に感動しました。ご家族の方のその思いも、すぐそばにお母さんが立って心配そうに見ているのでね、その思いも伝わってきました。ピアノを弾くことを生きることの励みとしている31人の障害を持つ方たちが桜プラザホールのピアノで演奏します。ぜひ皆様も足を運びください。入場無料、8月24日日曜日1時30分開演。私ももちろん行きます。前園久美子さんからのご招待状をお届けしました。皆様、お便りコーナーありがとうございます。これからもお待ちしています。今日の生き生きヒントは熱中症の予防のことをお届けしていきますね。昨年の平成25年も6月から9月に熱中症で救急搬送された人は全国で5万8729人にもなったそうです。この熱中症、気温の高い場所にいたり暑い日に運動や作業をしているとき、体が環境に適応できなくなり体温が上昇し体内の水分バランスが崩れてめまい、頭痛、嘔吐などのほか、重症になると意識障害を招いて命を落とす恐れもあります。熱中症を防ぐポイントは時間を決めて水分補給です。喉が渇かなくても30分から1時間おきに少量ずつ飲み、たくさん汗をかいたら塩分も補給しましょう。そして2つ目、感覚でなく温度計や湿度計で確認。定期的に目で確認して室温は28度、湿度は40%から70%を目安に調整しましょう。そしてエアコンを上手に利用することも。熱中症の予防、みんなで気をつけていきたいものです。最後までお付き合いいただきありがとうございます。8月12日の火曜日、今日も1時間の放送、ハグザライフ命を抱きしめよう、最後まで。そしてお忙しい皆様は時々また後で再放送と言って聞いてくださっていたのでしょうか。ありがとうございます。どうぞ熱中症に気をつけながらお元気に、また来週お耳にかかりましょう。
この番組は何でも気軽に相談してください。東戸塚を明るくする医療を目指す大久保総合内科クリニック、東戸塚駅東口徒歩1分オーダーメイドの家探し、ハウスポート湘南。不動産でのお困りの方は地元の笠原企画へ。人に社会にお役に立つ企業を目指す笠原企画。地域に密着した医療福祉を心がけ、訪問歯科診療を提案する石川歯科医院。以上4社の提供でお送りしました。お相手は相浦弥生でした。8月は札幌には帰れそうにもありません。それではまた来週、お元気でお過ごしください。さようなら。